こんにちは、そして私のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは毎日神の創造の美しさと素晴らしさを探求しています。今日はタスマニアンデビルの興味深い世界を掘り下げ、そのユニークな特徴が私たちの信仰の旅にどのようなインスピレーションを与えてくれるかを発見しよう。タスマニアンデビルはオーストラリアのタスマニア島にのみ生息する世界最大の肉食有袋類である。ずんぐりとした筋肉質の体格、黒い毛皮、そして獰猛な咆哮で知られている。タスマニアンデビルは夜行性で、鋭い嗅覚と聴覚を持ち、獲物を見つけるのに利用する。獰猛な性格と強力な顎で知られるタスマニアンデビルは、その生活の中で多くの困難に直面する。密林を進み、餌を探し、縄張りを守る。その強靭な外見とは裏腹に、この生き物は驚くべき忍耐力と回復力を発揮する。ヤコブ書の1章12節にはこう書かれている。試練に耐え忍ぶ人は幸いです。その人は試練に耐え、主を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。タスマニアの悪魔と同じように、私たちも人生で試練や苦難に直面するが、信仰を持って忍耐するとき、神は私たちに命の冠を約束してくださる。タスマニアンデビルの生活で特筆すべき点は、子供に対する世話と献身である。メスのタスマニアンデビルは複数の子を産み、母親はその子を数が月間袋に入れる。このような養育行動は、神がご自分の子供たちに望んでおられる愛と保護を反映している。イザヤ書49章15節には次のような慰めの言葉がある。母は乳房にいる子を忘れ、産んだ子を慈しまないことができようか。母がその乳房にいる赤ん坊を忘れることができようか。この聖句は、神の無条件の愛と私たちへの絶え間ない配慮を思い起こさせる。タスマニアデビルは、その孤独な性質とは裏腹に、餌を食べたり交尾をしたりするときには社会的な交流も行う。彼らはデビル伝と呼ばれる集団に集まり、食べ物を共有し、コミュニケーションを取り、人間関係を築く。このことはクリスチャンとしての私たちの生活における共同体や交わりの重要性を思い起こさせる。伝道者の書4章9節から10節には、2人は1人に勝る、どちらかが倒れても1人がもう1人を助け起こすことができる。タスマニアの悪魔たちが互いに支え合い頼り合っているように、私たちも信仰の旅路において仲間の信仰者の支えと励ましを必要としている。タスマニアンデビルはタスマニアの生態系においても重要な役割を担っている。最上の捕食者として、ワラビーやオポッサムなどの小動物の個体数をコントロールするのに役立っている。その結果、食性や生態系のバランスにも良い影響を与えている。タスマニアンデビルの魅惑的な世界の探検を終えるにあたり、この驚くべき生き物から私たちが引き出せる精神的な教訓を思い置きこそ、その忍耐力、育む本能、共同体意識を通して、タスマニアンデビルは信仰、愛、そして神の創造の中に見出す力についての貴重な教訓を私たちに教えてくれる。創世記1章31節、神は作られたすべてのものをご覧になった。神が創造されたものはすべて良いものであり、私たちはそれを大切にし守ろうと努めるべきなのだ。このビデオを楽しみ、何か新しいことを学んでいただけたら幸いです。神の創造の美しさと素晴らしさについてのコンテンツをもっとご覧になりたい方は、いいね、購読、シェアをお忘れなく。タスマニアンデビルから学べる教訓や、どの動物について話してほしいか、下のコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。